はいさーい。はいさーい。はい、今回ですね、お得意の山川漁港ですね。山川漁港ですね。はい。こちらで図鑑を埋めをすると。そうですね。はい。今日は何狙って行くんですか。ちょっとこの前プライベートで行って、はい、ブダイ系がいっぱい釣れたんですよ。はい。でまだ青いラブチャーとか、はい、埋め切れてないので、はい、僕はそれちょっと狙っていきたいなと思います。ああ、なるほど。美味しい美味しいブダイ系を。そうですね。であと総シハギもいたので。これ話題の。また。死ぬよ。ちょっと前に一世を風靡した総仕上げもいたので総仕上げ、それも埋め切れてなかったと思うんで、うん、いろんな種類のいろんな魚釣りたいですね。そうですね、自分の中では釣れないことを祈ってますけどね総仕上げは、うん、総仕上げそうですね。とりあえず図鑑埋めを優先で、そうですね。で一発でかいのがあればいいかなって感じで、うん、やっていこうかなと思ってます。なるほど。とりあえずブダイ系を狙っていくということですね。ブダイ系ですね、得意の。はい、では頑張っていきましょう。はい、今日の修行材のコーナー、今日修行材のコーナーはい、V9 の出たよ。アミジャンボ、アミパン、 V9 のオキアミ、はい、あとコーン。はい、こちらの方を乗せて釣りをしたいと思います。はい、魚さん集めてますね。今魚を集めてる状態ですね。親ビッチャーとスズメダイは集まってきましたね。おじさんもいますね。おじさんもいますね。海の中が見えないとどうやって攻めていいかわからないし、はい、でこの晴れてる日とか、うん、この太陽の日差しが海面に当たって照り返しで日焼けとかするんですけど、はい、その時に雑光、いろんな光が混じってて目にも悪いんですよ、うん、なのでこうやって偏光グラスとかかけて海の中見て、魚、今だったらイラブチャーがいるとか、何がいる何がいるっていうのを分かると攻め方とかが見えてきたりする時もありますね。ああ、なるほどね。今どれぐらいの深さに魚がいて、で、じゃあもうちょっと前に投げようかとか、うん、この仕掛けの深さはちょっと深めに取ろうとか浅めに取ろうとか、そういうのはこういうのをかけて見えてくることもあるんで、偏光サングラスは安いものでもいいんで揃えた方がいいですね。ああ、なるほどね。はい、海の中の状況が思いっきり見えるってことですね。見えてきますね、これで。ああ、なるほど。まあ、俺はメガネしかかけてないけどねまあサングラスかけたら視力が落ちるからね。そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、まあ、とりあえずやった方が理想はいいですね。なるほど。はい、ヒット。はい、おっとおっと、なんだこの大物は、なんだこの大物。大げさだ。おわ、イラブチャー。イラブチャー、わ、すげえ。これイラブチャーなの。これイラブチャー仲間っすね。こんな色してるんだ。温度とかによって色変わったりしますけど。はー、これウィンターバージョンか。これウィンターバージョン。もうね、すごいな。季節も変わるんでね、ちょっとブロックみたいな色してる全然冬関係ないっていう。冬関係ないあー、すげー、かわいいですね。よっしゃ、一匹ゲット。っやっとやりましたね。 やっとっすね。釣りを始めて2時間かも。時間かかってました、ね、2時間にしてやっと釣れましたね。けどなんかちょっとヒントくれたような気がするんで、おこれちょっと続けていきましょう。なるほど。2はまたヒット、素晴らしいですね。今日も大活躍。さあ何が釣れたんでしょう。あっとっとっと、これテイク2じゃないですからね。テイク2、取り直し。違う、同じのじゃないですからねこれサイズが微妙に違いますね。一緒っていう、でも種類が一緒ですね。この子は埋まってるんだよな。埋まってるから残念ながらコンプリートにならなかったんですけど、こちらの方美味しくいただきます。竹内さんヒット、竹内さんヒット、竹内さんヒット、外れた。待って、今竹内さんでっかい総仕上げかかったんですけどね、50ぐらいありましたね。終わった。食う瞬間見えてたんで今合わせてもらったらかかったのに、かかったのに。もうやらん、もう。見てください、これ好きじゃない俺これ。何が好きじゃないですか。もう釣りが好きじゃない綺麗だった今ね。クソ、もう一回やるぞ。今ね、今もう完璧に食った瞬間が見えてたんですよ。バカだな、ほんとな。見えてたんで、あまり起きすぎると切られるんで、ちょっと早めに合わせてもらったんですけどね。うわ、あの総仕上げもう戻ってこないぞ。浮き沈まなかったけどね。あの子たちそれで、針とか糸切って逃げていくんですよ。あ、なるほど。だからこの深瀬釣りとかやってる人たちはもうちょっと、なんていうんですかね、厄介者というか、そういうのがあって先に退治したりするんですよ。先に釣ってちょっと違うところに逃がしてとか。はあ、はあ、なるほどね。ヒットヒット。寝かけ、ね、寝かかりしてますよ。マジで。ヒット取り寄った。逃げられた。多分今見えたんすよ。見えた。パン。かかってたけどね。
40軽かったけど、あー、石積さんダメだったか。根に潜ったりしないよね、石積は。もうテトラの間とか縫って、ま、張って回るんで、その時にテトラに当たって切れるんで。あー、なるほどね。すごい残念。うわ残念だった。チャンスありますよ、まだ。よし、もう一回まだチャンスある、頑張りましょう。はい、2番ヒット。はい、何が釣れたんでしょうか。おお、なんか色ぶちゃうじゃん。何これ、色ぶちゃう、やばいやばい、これ切られる切られる、やばいやばい、切られる切られる、よし。おお、おめでとう。見てこの一周半、すげえ張りかかり、一周半、一周半、一回こっちに行ってこっちにかかってるっていう、やがて切られるところでしたね。危なかったね。ハリスボロボロス、すごい上からかかってるっていう。歯の間すごいかかり方してる。これまだ埋めてないんじゃないですか、もしかして。これイラブちゃんなんかでも違う種類。そうですね、青系まだ攻め埋まってないですよ。あー、なるほど。図鑑見てみましょう。こっちかな、こっち。ちょっと黄色くかってません。おー、なんか確かに黄色くかってる。尻尾とかは、そうだね、顔の形的にも、ヒレもほぼ一緒ね。ちょっと黄色がかってるからこっちじゃないかなって思うんですけど、形もほぼ似てますね、こっちの方ね。キビレブダイ、キビレブダイゲット、よっしゃ、イエー。はい、でかいんじゃないこれ。どうすか、ちょっと引き強いっすね。おっと、俊敏な動きで移動していく。などこまで行くの、どこ。おお、面白いやり取りしてますね。さあ何でしょうかこれ、大物。おお、でかいぞ、これ頑張ってほしい。うわー、なんだこれ。さあ長いやり取りが続いている。やばい、最高転ばないでくださいよ。おっと、根にはもう、おっとおっと、あ、タモ問題、タモだ。はい、リスナーさん、東京から来たリスナーさん、おっ、おお、やった、ありがとうございます。やったね、ツバ。やりましたね。やった。おお、でかい、でかい。これはでかいぞ。いいとこかかってますね。これはバレないわ。おお。グルクマ、口大きいし、このヒレが、唇が柔らかくて針外れしやすいんですけど、がっちりいいとこにかかってますね。はいはいはい。おお、いいですね。ナイスバイト。40ぐらいですね。40。でかいですね、グルクマにしては40は。いや。よし。やりました。楽しかったですね。はい、ありがとうございます。イエー。はい、こちら東京から来たリスナーさんもありがとうございます。助かりました。助かりました。はい、ということですね。釣り終了です。終了。夕暮れ時なんでね。はい。釣りましたね、今日。釣りましたね。10匹は満たなかったけど、まあ釣りましたね。同じのいっぱいいました。あー、羨ましいな羨ましい。え、なんでですか、こんなに釣ってとリスナーさんから届いてるこれと、はい、殺害予告が来ましたね。ついにでんでんでん、また登場、はい、また登場しましたね。魚が釣れないやつは死ぬということか、これは毒々しい色してますね。本当にですよね。毒々しい色と毒々しい目をして、はい、お家に持って帰って調理しましょう。はい、俺はもうこれから収まりがつかないのでね、自分の地元近い漁港でね、ちょっと垂らし釣りしていこうかなみたいなね、ヤマトビカツ釣りしていこうかなと思ってますね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちっぽけな島国、真下増してく太陽、日差しが差した極端的なこの暑さ、車内は当然。こちらの方美味しくいただきます。竹内さんの晩酌になります、ね、晩酌です。おお、マジか。あ、俺の竿で。お、頑張れ頑張れ。
頑張ろう、俺の代わりに釣ってくれ。同じのたけしさん、ちっちゃくなったな。ダイエットに成功しました。まさか俺の竿を預けてたら釣れましたね。リスナーさんが釣ってくれましたね。あ、ありがたい。これ顔出ししていいかどうかを、ね、大丈夫なの？大丈夫なの？あ、大丈夫です。お父さんにも許可取らないとやとからね。すごい、大人の事情があるからね。おめでとう。ダブルヒットっすね。おめでとう。ダブルヒット。もう廃材探偵団、俺の代わりにもう入ってからもう頑張っても。ね。